はい、皆さんこんにちは、サンディです。いよいよ11月入るところなので、去年の経験を生かし、皆様にブラックフライデーで気をつけたいこと、アドバイスしたいことをお話ししていきたいと思います。では始めましょう。ということで、今回は去年の、ブラックフライデーで、初めてお買い物をしたんですけども、今年の1月ぐらいかな、一応買ったものを紹介してるビデオがあるんですけど、一応載せておきますね。カラーポップとジェフリーさんの、ホリデーコレクションを買ったんですけども、で今年はちょっ と、去年あったことを反省点を踏まえて、皆様に初めて買われる方もいらっしゃるかもしれないし、もうまあ買ったことある人もいらっしゃると思うんですけど、初めて買おうと思っている方へのアドバイス、私的アドバイスとあと反省点を述べたいと思います。で、ブラックフライデーってなんだって思う人も多分いるかもしれないんですが、徐々に日本にも、ブラックフライデーっていうのがちょっとずつ定着しつつあります。去年は、例えばイオンとか、あとユニクロとか、いろんな、服のショップとかいろんなところでブラックフライデーっていうのを行われたんですけども、そもそもブラックフライデーとは何だ、アメリカでは、11月の第4週の木曜日が感謝祭っていうイベントがあります。で、感謝祭の次の日、金曜日がブラックフライデーになります。このブラックフライデーは1年の中で最も大きな規模でセールされる、日でございます。なのでアメリカでは結構ね、日本でもね、たまにニュースとかでも出るんですけど、1日前に超行列ができてるとかっていうニュースが時々日本でも流れるんですけども、それがね、もう日本でもちょっとずつちょっとずつ定着しつつあります。で、ブラックフライデーの、今日はブラックフライデーのお話をするんですけども、ブラックフライデーがあって、金曜日、土日があって、次の日が、月曜日、サイバーマンデーっていうのがございまして、そちらも大きなセールをされます。でも私はどっちかっていうとブラックフライデーをメインに、狙っていきたいので、サイバーマンデーも結構セールあるんだけど、でもどっちかっていうと私はブラックフライデーの方がインパクトあるかなっていう感じです。で、去年初めてブラックフライデーの時に、海外コスメを買ったんですけども、その時にいろいろね、こうしてればよかったなって今だったら思えることが何点かあったので、はい、っていう感じでどん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 話を進めていこうと思います。で、まずですね、今年もちゃんと私もやっていこうかなと思っているのが、まず1番、リストを作ることです。ホリデーコレクションとかたくさん出るし、セールもたくさん情報が流れるので、あれこれたくさん出るんですよ、情報が。で、本当にね、自分が何が欲しいかちゃんとまとめてないと、何を買ったらいいかっていうのを当日になるともうわけわからんくなって、どうしようどうしようってなって、あ、こっちも買わなきゃ、こっちも買わなきゃってなって、結局何を買ったらいいかわかんなくなりますので、リストに入れるものは、例えばもう前から欲しかったパレットとか、私の場合は私ずっとね、アナスタシアのパレットが欲しいなって思ってたパレットがあって、評判悪かったやつ、あれとか、その、最近出たパレットもあるんだけど、それも欲しいなって思うし、あとリアーナの、ファンデとかも結局出た時も買ってないので、それも欲しいなと思いつつ、最近出たリアーナのパレットも欲しいなと思いつつとか、そうやって、今までね、この1年とかその前でもいいんだけど、今までずっと自分が欲しかった商品をまずリストにとりあえず書いてみる。で、最近出たものでも OK で、その中から一番自分が何が欲しいかを絞っていきます。で、ちなみになんですけど、私の場合は、今すごく欲しいのはブラシと、あとそう、リアーナのファンデと、パレットと、あとフーダビューティーのファンデーションが今すごく欲しいです。あと、まあ、狙えたらアナスタシアのパレットも欲しいなと思いつつ、まあこれくらい、今まで一番欲しいのはこれくらいで、まああとは、どういうホリデーコレクションが出るかを見ながらっていう感じです。まあもうすでにたくさん出てるんですけども、一応今自分のリストの中ではそれを入れています。
はい、あとこれもすごく大事です。リストができたらリストの中に入っているものを売っているページに行きます。そして登録をしておきます。これはすごく大事で、意外とこれをしなくて買うときにもう全部カートに入れてからなんか登録し始めるっていうことをしがち。私もそうでした。なのでもう登録しておきます。そして欲しいものをもうカートに入れておきます。当日になって、これが欲しい、あれ欲しいってなって選んでいくと、普通にスーパーで考えれば同じなんだけど、あちらこちらこう探しに行く時間のロスがあると、そのレジに並べないっていうのが多分分かりやすいかな。どうだろう。これがね、もう最初からカゴに全部入ってればもうそのまんまもうレジに行けるのね。それ本当にこれはすごく時間のロスになるので、登録しておけばもう名前も入ってるし自分の情報も入ってるし、あとはもうお会計するだけなのでっていうのと、あとは自分の欲しい商品を入れておく。こうすることで、例えばね、こう棚に行ったとして、でなんか時間が結局間に合わなくて、あ、はい、売り切れみたいになることもあるので、もう事前に入れとけばもうあとはレジに並ぶだけで、でそれで済む。だからリストを作ったら、売っているページ、どこのページで買うかもちゃんとよく考えて、送料分をこっちで節約できるし、こっちの方が送料がちょっと高いけど、まあ届く時が早い、届く時間が早いとか、なんかまあメリットデメリットはそれぞれの、ページであるので、で私がおすすめするのはブランドのページで買う方がお得だったりすることがあります。例えばフーダビューティーだとセフォラで買うと送料分が20ドルとか、まあいくつ商品買うかによるんだけど、例えばこの間のパレットとか、パレット1個で送料2000円分だったので、それだったらフーダの公式で買えば、リップを買えばもう送料なんて無料になるの。だからそう、賢く買うこと、それもチェックしておくといいです。はい、で登録したら、登録と同時にメルマガも OK しましょう。なんでかというと、メルマガでこの11月入ってからもうどんどんメルマガ上でどういう、セールがあるかとか、あとクーポンがどんどん流されます。それとあとインスタグラムとスナップチャットも登録しておくといいです。必ずフォローしてください、自分が狙ってるブランド。もうね、スナップチャット、まあスナップチャットは結局インスタグラムのストーリーと同じなので、同じものを載せられること多いので、それもチェックしましょう。写真だけじゃなくてストーリーもチェックしておくと、クーポンコード出たりするので、それもチェックするといいです。メルマガとか英語ばっかりになると思うので、翻訳、日本語に変えてくれるページとか Google もあるので、それを使うと大体の意味が分かります。私全く英語わかんないけど、そういうのを使って理解してるっていうか、チェックしています。はい、そして自分の欲しいものをどこで買うかって決めたら、今度は何時に発売されるかをチェックします。これはどっちかっていう と、ホリデーコレクションとかを狙う人たちね、ちゃんと時間をチェックして、日本時間もちゃんとチェックしてください。どこ基準での時間かとかあるし、アメリカでも州がたくさんあってそれぞれ時間帯が違うので、でそれをチェックできるページも下に載せておきますので、そこでチェックしていただければ、日本時間何日何時にっていうのが、分かるので、だいたい夜中です。だいたい土曜日の夜中が多いです。で次、すごく大事なのが PayPal に登録しておくことです。 PayPal は、言ったらお店と自分を挟んでくれる中間の人だと思ってくれればいいです。もし何かトラブルあった時に PayPal が、言ったら保証してくれるっていうか、対応してくれるって感じです。もし何かあったら PayPal が、その中間にいてくれるので、例えば返金とかちゃんと対応してくれます。で結構 PayPal を扱っているお店があるので、お店っていうかページがあるので、 PayPal をちゃんと登録しておきましょう。これは無料です。なのでそう一応言っときますけど、これは全部クレジットカードが必要になります。
ほとんどビザカードが必要だったり、あとマスターカードとかでもほとんどビザカードなので、クレジットカードは絶対です。コンビニの V プリカ、ビザが出してる5000円とか1万円のカードも多分使えると思う。でもその場合はペイパル挟めないかな、多分。なのでまあそんな感じです。ペイパルに登録するのはすごく大事なので、まあ不安な方はペイパルに登録しとくのをおすすめします。ここまで用意できたらあとは当日を待ちます。で、私が前にミスしたことは、ジェフリースターと、まあ、リムアのコレクションの時にお話をしたんですけど、時間をね間違えたっていうのもそうなんだけど、でその後にちゃんと改善したのは、自分が調べた時間、もしねいくらすごく自信があっても、もし間違えたりとか、もし寝過ごしたらとか、そういうのをいろいろ考えた上で1時間前にスタンバイしておくといいです。なんかわかんないけど、ジェフリーの時はなんか1時間前に急になんか私が調べた時間がちゃんと合ってたんだけど、1時間前にもうすでになんか販売されてることがあったので、1時間前にスタンバイしておくといいです。それは本当におすすめする、おすすめするっていうか、うん、しとくと安心して買えると思います。はい、でその次なんですけども、これは買ってる時です。まあ全部もうカートに入れてて、もうお会計する時です。その時にだいたいブラックフライデーでは買う人がたくさんいるので、言ったらスーパーでこういっぱいセールがたくさんの人が来て、レジにガーッとこう列ができてるぐらいと考えてくれれば同じなんですけど、その時にちょっと待っててくださいねっていう感じで、ページが止まってる状態になったりとか、なんかくるくる回ってたりとかって、なんかこう更新されてる時のくるくるとか、なんかそういうのが出てくるんですよ、待ってくださいみたいな。それは待ちましょう。私は間違えてなんかそれを単純に固まってしまったと思って更新ボタンをバーンってやったら、また並び直すっていうことになるので、そのままその場で待ちましょう。そうしたらちゃんとね、自分の順番が来たらちゃんと前に進んでいるので、勘違いしてそこを更新ボタンとか、あと他のページ見に行くとかしないように、もうその場で待ってください。そうすることによってちゃんと前に進んで、ちゃんとお支払いができます。もしね更新ボタンを押してしまうと、また並び直すのと同じになるので、その時はちゃんと待ちましょう。はい、そしてこれはもうお会計後になります。ブラックフライデーっていうのは11月の末です。で11月末の後、まあ11月の後はクリスマスが来たりとか、年末、そしてお正月が来るので、これはねもうお店の問題ではなくなってくるんですよ。お店でね、ちゃんとお店っていうか、そのブランドでその処理にするのにも時間がかかる。たくさんの人がねいっぱい買うので、その処理もすごく時間かかったりとか、でその後です、発送の後、発送まで時間かかることもあります。例えばカラーポップも普段だったら、2週間ぐらいで届いたり1週間ぐらいで届くと思うけど、ブラックフライデーの時はちょっと伸びてしまう、3週間4週間1ヶ月ぐらいとか伸びてしまうことがあります。なのでまあそれをなんだろう、落ち着いて待つ焦らない。なのでもう本当に発送まで時間かかったり、そもそも注文を受けるのにちょっと時間かかったりとか、その後の発送するまでの時間もちょっとかかったりと、で、あ、発送したなと思ったら、今度は航空会社の方でね、やっぱ荷物が多いので、あとね、旅行する人もいるし、それを全部ちゃんと考えると本当に時間かかってしまうの、もう本当にしょうがない。時期が時期だけなので、もうそこは、なんだろう、お店のせいとか、そう、ブランドのせいとか、郵便局が悪いとか、更新されないのも、追跡番号あるのに更新されないっていうのも、なんか誰かが悪いとかじゃなくて、本当にもうそういう時期だからしょうがない。もう待つしかない。もう去年とかそれがあって私もう届かんじゃんと思って本当に焦ったんですけど、今年はもうその経験をしているので、はい、ちゃんと待とうと思います。もうね、
そういう時は本当に買ったことをもう忘れた方がいいぐらいと思えば、もう時間も早く過ぎると思います。はい、という感じで、去年の反省点を踏まえて皆様に、アドバイスと、あと自分にちょっと言い聞かせてるっていう感じなんですけど、まあ、こんな感じでちょっとブラックフライデーまでにちゃんときちんとねリストを作ったりカートに入れたり登録したりと、あとはこまめに、そう SNS の方をチェックしたりとをしていきたいと思います。またね、もうちょっと時が経ってから何を狙っていくかとかをちょっとちゃんとビデオにしてお知らせしたいと思います。まあそんな感じで今日のビデオ終わります。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。もしよかったら私のインスタグラムをフォローしてください。それではまたね。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。